これが真のコーチあるある私生まれも育ちもこの高知県なんですけれども、まあ、修行時代、大学4年間と、その後向こうで仕事してた2年間合わせて6年間はこの高知を離れて東京にいましたけれども、でもね向こう東京にいる時も、高知生まれの、東京在住者なんかの、友達もたくさんいたんでね、もちろん心はいつだって高知県民ということでね、最近こう SNS、 さっき言うときますけど、今日はですね、何でしょう、仏教のこととかお寺の話とかは、一切しません。私のこの郷土愛、地元愛について、話をしますんで、よろしくお願いします。はい。何でしょう、最近SNS とか、それこそこの YouTube とかもそうですけど、見てたら、高知あるあるっていうのね、よく見るんですよ。まあ昔からありますけど、はい。なんでしょう、まあこう、なんかのまとめサイトとかでまとめられてる高知あるあるとかね、見るんですけども、正直薄いかな。薄いかな。一応ね、僕も高知県民、今年28年目ですので、やっぱりこう、もっともっとね、コアな、高知あるあるをですね、皆さんにお届けしたいなと思います。まあ、高知県民の方ならね、ああ、わかるわかるってなると思いますし、県外の方でもね、今日僕が言うこの高知あるある全部わかったら、もう高知、もう高知県民ですよ。もう高知は一つの大家族やきって言って、県がプロモーションやってますけども、高知家っていうね、もう家族の一員だっていう、言ってますけども、もうまさにそうですよ。家族の一員ですよ。はい。だと思いますんで、今日はですね、この高知県民歴28年目の私が、思う真の高知あるあるというものをね、今日はいくつか発表していきたいと思います。まあ多分そのインターネット SNS なんかではあんまり見ないあるあるなんじゃないかなと思います。はい。これが真の高知あるある、よさこい踊ったことない人一定数いる、これですね。まあ高知の夏といえばね、よさこい祭り、今年もね、今年なんか久々にね、3年ぶりぐらいに、よさこい祭り、まあ、特別演舞っていう形で開催されるらしいんですけど、まあなんかね、県外とか行くとやっぱり、あ、高知よさこいってねよく言われるんですけど、もちろん私踊ったことない、踊ったことないっていうとまあ嘘になるんです。厳密に言うと小学校の運動会とかのなんか学年ダンスとかでよさこいやったりするんですよ。まあそういうのではもちろん踊ったことありますけど、なんでしょう、そのいわゆるこの8月にあるよさこい祭りでは踊ったことないですね。はい、全然踊ったことないです。初めて見に行ったのも多分僕高校生ぐらいの時だと思いますね。はい。暑いの嫌いなので、嫌いというか苦手なので、あんまりこう炎天下にね長時間いるっていうのは あんまり得意じゃないので、やっぱり好きですよ。好きですよ。嫌いじゃないです。嫌いって言ってるわけじゃないですからね。テレビで見る派かな。よさこい期間中はテレビ中継があるんですよ、よさこい踊りの、テレビで見る派かな。はい、すいません。よさこい踊ったことない人も一定数いるということでね。はい。これが真の高知あるある、広め市場意外と行かない、これですね。はい。まあこれもね、やっぱり県外のね方からしたら、高知といえばやっぱ広め市場でしょうってね、やっぱよく言われる。まあ広め市場というか、お酒ですよね、やっぱり高知は。はい。私もお酒飲みます。はい。好きです。まあお坊さんがお酒飲むんかいっていう議論はまあこの際一旦置いといてですね、やっぱり高知県民である以上、お酒の場に呼んでいただくことも多いですし、やっぱりこう進めていただくこともあるので、やっぱり飲めるに越したことはないと。やっぱりこうね、ノミニケーションね、やっぱり最近ね、こうなんかちょっとそれもどうなんだみたいな、風潮もありますけど、けどやっぱりお酒好きですよ。はい。美味しく飲む分にはいいんじゃないですかね。はい。好きですよ。ただ広め市場僕あんま行かないんですよね。
もうお前ただのインドアやんけってね言われそうなんですけど、はい、年1回行くか行かないかぐらいですね。もちろんなんか誘われたりしたら、行くこともあるんですけど、友達おらんのちゃうみたいな、そういう話も、なきにしもあらずなんですけど、あんまり行かない、もちろん好きな人は好きですよ、行く人は行くんでしょうけど、行かない人もやっぱり一定数いると思いますね。はい、広め市場意外と行かないですね。はい、続いて、道案内するとき方角で言いがち。これね、年配の方に多いと思いますね。まあ、高知という土地はですね、北を見れば、山がある方を見れば絶対北なんですよ。で、その反対側は絶対海なんですよ。海があるから南なんですよ。はい、だからこう、例えば、あそこにある、ね、お店に行きたいって言ったら、ほいたら交差点を北へ入って、で次の信号を西へ入って、で次また南へ行ってっていう言い方をねするんですよ。特にやっぱ年配の方に多いかもしれないですね。この道案内するときね、目印とかじゃなくて、こう方角、東西南北ですごく説明、しますね。はい、これあるある、これ一番のあるあるちゃうかな。続いて、これが真の高知あるある、東武自動車道の呼び方定まってない。これですね、これはこう近年のあるあるじゃないですか。はい、高知インターと、もうこの最初のすぐ近く、高知龍馬空港をつなぐですね、無料の高速道路が、何年か前に開通したんですよ。はい、もう非常に便利になりましてね、うちのお寺から高知市内に出ていくにも非常に便利です。その空港側の、インターチェンジが本当にうちのすぐ近くなのですごく便利で、私もよく使うんですけど、まあ、多分まずこの 東武自動車道って呼んでる人は多分まずいないと思うんですね。聞いたことないですね。まあ、無料高速とか、なんでしょう、あと なんちゃって高速とかいう人もねいたりしますし、はい、なんか無料高速は無料高速でね、そのなんか呼び方があるんですよね、あるんでしょうけど、この東武自動車道って言ったって多分誰もピンと来ないと思うんですよ。はい、でまだ全開通してないんですよね。赤岡野市の方から、ずっとこう秋の方に向かう東武自動車道もあるんですよ。多分何年後かにこの、その空港、うちの近くの空港のところとその野市のところがつながりそうな気配なんですけど、まだそこもつながってないことやし、呼び方定まってなさすぎっていう、これ、人と話するときね意外と困ったりしますね。はい、これ最新のあるあるちゃいますかね。続いて、これが真の高知あるある。高知高校、いや学園です。はい、まあ、あの高知高校、甲子園なんかもね、強い、野球も強いし、他のスポーツも強いですよ。ただ、まあ、高知高校って呼ぶ人多分高知県民でほぼいないんじゃないですかね。高知高校って言われても多分一回自分の頭の中で学園って変換しないとピンとこないんですよね。もちろん県外の方はね高知高校って、おっしゃると思うんですけど、はい、高知県民多分みんな学園って呼びますね。はい、学園ですね、やっぱり昔から。はい、高知商業、いや師匠です。はい、高知商業もね野球強いですよね。スポーツ全般的に強いと思うんですけども、実は商業高校って高知県に2校あるんですよね。2校ですよね。高知市立、市立って私立じゃなくて高知市、高知シティの方ね、の市立の高知商業と、伊野商業、が伊野商業っていうのもあるんですよ。伊野っていう地域に、それがね県立なんですよ。で、伊野商業
の方も伊野商業って呼ばずに、そっちはね県商って呼ぶんですよ、県立の方なんでそっちは、高知商業は市商で伊野商業は県商って、これまたねちょっと分かりにくいですよね、まあけど高知県民はね市商県商で通じますから、はい、高知商業ってね、まあ商業っていう呼ぶことはありますけど、はい、高知商業って言われたら、どっちだっけ、あ、市商ね、ってなったりすることがよくありますね、はい、という感じで、これが真の高知あるあるだっていうのを今日はお届けいたしました、はい、こんなあるあるどうっていうのがあったら、またぜひコメント欄でも教えてください、はい、高知大好き。